投げ、コピー投げ、誰ですか、コピー投げ、ゆかちゃん、アイスクリームいただきます。Thank you.
レフト線へのツーベースで2塁3塁と両面でチャンスを作ります。
手も絶妙で終盤に7対7の同点に追いつきます。結果ドローに終わったこの日、5回には島本が今シーズン初めて甲子園のマウンドに上がりました。ピンチの場面を任された島本は安田をフォークでしのぐここをしのぐとイニングをまたいだ6回の無失点で切り抜けました。5月には4シーズンぶりの勝利を挙げた島本、ブルペンに貴重なサウスポーが帰ってきました。Thank you.